はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジーです。では今回は、提督の決断法、バーブギト、続きをプレイしていきましょう。空母監視プレイですね。現状太平洋からですね、アジア一帯は抑えたというところで、ハワイ沖、ここはね、対アメリカ軍の最前線基地になりますが、ここはね、ご覧の艦隊になっています。第14、第15は、潜水艦隊なっていて、飛行場にも飛行機を満載というご覧の状態になっています。で、ドイツ軍がね、ドーバー取ったものの、地中海が孤立してしまっているので、これの救援という形で、今回はですね、公海から地中海へと入っていくと、このルートで進軍を行っていきたいと思います。では、早速時間を進めていきましょう。アラビア海に敵連合軍が侵攻というところですね。ここは今艦隊を入れ替えたので、元気な艦隊なんですが、数的にはちょっと厳しいかなというところですね。戦力比較はできません。敵の艦隊の動向が不明。主力は第2艦隊になります。第2艦隊ですね。大和型の戦艦が2隻に、戦艦2隻。近藤さんが大将で、山口多聞さんが少将で入っています。これが第2艦隊。第6艦隊は従順、軽順、駆逐艦の艦隊。第8艦隊は巡洋戦艦赤城1隻という構成です。どうかなというとこだな。一旦敵をやっぱり引きつけてというのが、セオリー通りの戦い方になるかなとは思うんですが、ちょっと様子はしっかり見ていこう。今、いずれにしても、あれが出せないからね。夜だし、雨だし。ただ、夜明けは近い。夜明けとともに一旦飛ばす必要があるかな。それはそれとして、やっぱり一旦中へと引き上げだな。で、偵察機も飛ばす。敵艦隊はいないね。地中海方面からも敵の艦隊はいない。どこにいる？まさか潜水艦隊じゃないよね。今、索敵中です。発見した。空母がいるかいないか。アメリカ軍艦隊を確認。空母は一見いなそう。直角に来るね。ここは撃ち合いにかかろう。主力第2艦隊、それに、従順駆逐艦、この艦隊で、とりあえず敵を迎え撃つ形になりそうです。変な格好で入ってくるな。蛇行しながら入ってくる。何が目的なんだ、こいつら。ちょっと向きを変えよう。常に敵の艦隊の位置は補足しておきたい。
発見したね。まだ敵の艦隊いるね。第二艦隊交戦したものの損害はなし。いいですね。第八艦隊の奥からは従順が2隻離脱中です。まあ大破したんでしょう。確認します。そうですね、大破。またちょっと夜の間敵の艦隊の発見に努めましょう。どこにいるんだ？さっき交戦したのはアメリカ軍でしたよね。発見してる。これもアメリカ軍だな。いきなり魚雷撃ってきてるな。違う、潜水艦隊だ。違う、潜水艦が2隻混ざってるんだな。嫌な感じだな。空母がいないけど潜水艦がいて、それにちょっと沈められてる感じですね。まあただ敵艦隊の方は包囲殲滅ができているので、このままいけば損害は出るものの敵艦隊は壊滅させることができそうです。取り逃しはなしよ。よし、アメリカ軍第4第5艦隊を撃沈してます。味方の方はというと駆逐艦2隻、損害が出ているのと、一部艦隊で傷ついてますね。キー型の戦艦が開発可能になったね。ロケット弾、航空用の爆撃兵器。まあ航空機はあまり対応していないんですが、基地航空隊はいるので、これはやっておきましょう。近藤さん、元帥に登ったか。いやー、少々クラスを中将に上げたいんだけどな。城島さんが少々に昇進してますね、大佐から。いやー、ちょっと厳しい戦いは続くな。少々クラスの召喚がもうちょっと増えてこないと戦うに戦えない。それとだ、どうする？第一、第三艦隊のうち越前がこんだけダメージ受けてるんだな。となるとちょっと艦隊を再編します。越前を第三艦隊に一時的に編入で、越前の代わりに従順を一隻、これを入れます。で、あとハワイの方の艦隊は、一旦人は下ろしちゃっていいと思うんだよね。第5艦隊に入っている人たち、少々何人か、大佐何人かいるんですが、これ全員、乗せ替えましょう。で、しっかり働いてもらいたい。戦艦クラスには提督乗せられないからね。そうなると従順になるんだよね。
ちょっとここ皆さん退屈されちゃうかもしれないんですが、提督をみんなここに乗せ替えていきたいなという作業なんですけど、この作業をやるのちょっとさすがにめんどくさいな。となると、第5艦隊ハワイから、アラビア海に入れちゃうのがいいね。5週間かかるけれども。で、代わりに、アラビア海にいる、第6艦隊。城島さん、吉川さん。彼らだけ乗せ替えるというので、ハワイに移しちゃいましょう。で、城島さんと、誰だっけ？もう忘れちゃった。中川さん？吉川さんだね。この二人を、第二艦隊の従順に乗せます。吉川さんは大佐だって。大佐だと軽巡にも乗れない。そういうこと？これで OK だね。でだ。インド洋にいる艦隊のうち、第一艦隊、これ、マックスになったんで、これ、アラビア海へ移動。で、アラビア海にいる艦隊、どうしようかな。軽巡2隻が大破。第8艦隊はそのままいけるね。第6艦隊に、第2艦隊から傷ついた艦隊を編入するしかないね。で、傷ついてない艦艇を、防空艦。早漏型。これでいいかな。早漏型は早漏型だけで組みたいんですよね、本当は。艦艇を。それの方が明らかにいいんですが。しょうがない。では内政やります。兵器開発は良くて技術開発ですね。金はあるので、まとめて入れます。物資援助も、一旦、鉄を渡して、OK だね。メキシコぐらいまでスパイは入れちゃいましょう。これで一旦送ります。構成の策略。これはすぐにやろう。大型ディーゼル機関の3。これがようやく開発できたね。14週かかるか。すぐに着手しましょう。兵器開発、新兵器の開発んで、新鋼材、これも開発。あとは大型ディーゼル機関の3。これもすぐにでもやりたかったんでね。あとは、高性能策略じゃない、ロケット弾があったよね、どっかに。ロケット弾は完成したでいい？これからやるじゃなくて。そうだね。物資の援助は、アルミをドイツに供与して、スパイ活動は、アメリカ西海岸に入れます。では、艦隊を送りましょう。アラビア海大丈夫かな？ちょっと心配はあるな。マダガスカルに敵の艦隊。いるけど、ノースウェイ1隻だけこれが攻め込んでくることはないね。なので、イギリス軍の第5艦隊、アークロイヤル。ここがいるんだな。東地中海。不明なものの、もう、地中海のドイツ海軍は壊滅状態なので、やっぱこれを支援するしかないね。というわけで、早々に、東地中海へ進攻するしかない。戦力比較で言うと敵は、そうだね、第5艦隊のみですね。
飛行場の場所は3つ確認済みです。まあ夜だね、これはさすがに進行の時間は。さあ、敵の飛行場撃破先にしていきましょう、夜のうちに。で、夜明けとともに敵空母の捜索に当たります。夜のうちに敵の飛行場を破壊し尽くしちゃえば敵の空母だけに専念できるので、完全勝利も可能ですね。あとは敵の艦載機の能力がどうかというところだと思います。敵艦隊発見か。ここで敵艦隊発見。しょうがない。第一艦隊だけ。ちょっと方針を変えて敵の艦隊の壊滅に当たろう。さあ、一個だけ飛行場を逃しちゃってるね。この飛行場から爆撃機が飛び始めてる。早いねー、巡洋艦が。巡洋艦が沈んでいくのが早いわ。まあ、爆撃機それなりに数飛んでるからね、敵の空母もいるし。さあ、敵空母の甲板破壊を最優先。できてるね。OK だ。戦艦が一隻。イオが大破してるね。まあ、ただ敵の空母は沈めた。さあ、追撃戦に入るぞ。敵のイギリス軍の艦隊は壊滅させる必要があるんで。よし、追撃戦に入る。よし、沈めた。味方の艦隊に
まあ、もちろんダメージは出ました。ダメージは出ましたが、撃沈された鑑定はゼロ。悪くないね。超もがみ型が3隻、就航。で、東地中海は敵、いや、航空基地結構あるな。イタリア近海、なんとかここ繋いであげなきゃいけないって考えると、東地中海に早く進行したいんだけれども、艦隊のダメージがでかすぎて厳しいな。第三艦隊も、行ってもしばらくは、ドック入り生活から回復できなそうだもんね。いや、無理だ。これは無理よ。インド洋まで一回帰るか。インド洋まで帰ってるとただちょっと厳しいよね。東地中海になんとか潜り込めないかな。敵の艦隊はこれ以上増強されることはないんで、アラビア海を抑えている限りはね。まあ、もちろんその前にイタリア近海のドイツ軍が壊滅するという可能性もあります。っていうのを踏まえてどうするかだな。ハワイからの艦隊はあと4週間かかるので、ちょっと悩ましいですね。悩ましいですが、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ちょっとどうするかは考えます。考えて、進めていきたいと思います。まあ、一つは東地中海に強行突入するか、まあ傷ついた艦隊でね、一旦インド洋に戻って艦隊をね、立て直すか。今インド洋でドック入りしているこちらの艦隊、第三艦隊も、まあ、少なく見積もっても、まあ、5週間かかると言われている中、追加で今の戦いで傷ついた艦隊、第1、第2、第8と、これらの艦隊すべて回復させてると、ちょっときついのかなーっていう感じはするんですよね。なのでちょっとそのあたりは状況を見ましょう。全部の艦隊、まあやるんだったら艦隊再編して元気な艦隊だけ、まあ2個艦隊ぐらいにして二個艦隊で、地中海に突入するっていうのが、まあ、強行突破策としては取れるかな。まあ、その場合もただ三個艦隊の投入が難しいので、二個艦隊投入ですね。戦艦が、まあ、5隻ぐらいになる。元気な戦艦は2隻しかいないね。第一艦隊から海。第二艦隊から伊賀。これら以外は、まあ、大なり小なり、傷を負っていると。いうところなので、航空機の支援がないとなると、これら2個の戦艦だけの火力で、敵の飛行場を壊滅させられるかというとちょっと厳しいよね。はい、ちょっと考えておきたいと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。